はい、コミュニティエヴァンジェリストの一位です。このチャンネルはプレミアプロの、様々な情報を発信していくチャンネルです。特にですね、プレミアプロのバグを撲滅していこうというのを目指しているチャンネルなんで、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回はですね、エッセンシャルグラフィックステキストツールです。前回レガシータイトルっていうあのもう一つのテキストツールをやったんですけど、まあ、レガシータイトルの方がもともとあったテキストツール、タイトルツールだったんですけど、それに代わって新しくエッセンシャルグラフィックスのテキストツールのというのができたということなんですね。で、まあ、それでレガシーの方はレガシーという名前になっちゃったんですけど、で、まあ、このテキストツール、新しい方の方が、実はまだちょっとまあ未熟な部分もあるんで、なかなか使い勝手が悪いという噂もあるんですけど、徐々に進化しておりまして、この4月ですかね、今年の4月に日本のユーザーからの声が届いた進化も解けておりまして、この11月のアップデートでも少し進化しています。その辺もご紹介していけたらと思っております。今回は初級編といいますか、入門編といいますか、基本的な使い方をまずはご紹介したいと思っております。プレミアノート、はい、それではやっていきましょう。エッセンシャルグラフィックスのテキストツールですね。今ここで作ったのを置いてるんですけど、一からまあちょっと作り方を見ていきたいなと思っております。まずですね、今これ僕の通常のレイアウトにしてるんですけど、この右上の方ですね、グラフィックスというタブがあります。ここでワークスペースが切り替えれるので、テキストツール専用といいますか、グラフィックスを作りやすいレイアウトに配置してくれる、ワークスペースです。で、どうやってテキストを打ち込んでいくか、すごい実はシンプルなんですけど、ここにですね T の文字ありますね、テキスト、これをクリックして画面上をクリックします。そして打ち込むと、はい、そうすると選択ツールで大きくしたり移動したり、レガシータイトルと一緒ですけど、でここに打ち込んでテキストが生成されると、自動的にこっちタイムラインですね、タイムラインの方にもクリップが生成されます。勝手に生成されて配置されるので、これでもう文字が入ったと、テキストが入ったということになりますね。これすごく便利なんですけど、この右側のエッセンシャルグラフィックスというパネルがあります。ここで基本いろいろと管理ができるようになってます。で、このテキスト選択した状態で、ここですね、フォント変えたりとかいろいろできるよということなんですが、やってみてみますね。こういうことですね。ここでいろいろとフォント変えます。この中で自分の好きなフォントを選んだりとかいろいろできるぞということですね。まあ、いいや、はい、ちょっとまあ太めの字にしておきますか。で、この項目の中に、塗りというのがありますが、これが、まあ、言ったら文字の色ですよね。カラーピッカー出てきて色を変えて、みたいなことができます。で、その下にストロークという項目があって、これを押すと、このエッジですね。エッジ部分ができるので、ここのストロークのサイズを変えれば、こんな感じで太さを調節して文字が出てくるということなんですね。ちょっとわかりにくいか。で、まあ、ここの実はストロークのプラスボタンがありますね。このプラスボタンを押すと、2つ目のストロークが現れて、ダブルエッジが作ることができると。トリプルと。確か10個ぐらいまでいけるはずなんですけど、これが今年の4月についた新機能、まあ、日本からの希望を聞いてくれた機能になります。このね、日本のバラエティだとやっぱり多いので、ダブルエッジ、トリプルエッジしたりすることもあると思います。この辺でうまくやっていけたらなと。で、ちょっと今これ、エッジが結構角張ってますよね。これも実は僕的にはあまりよろしくないというか、レガシータイトルではこんな感じじゃなかったので、で、それを修正するというか、切り替える設定があります。ここですね。アピアランスのレンチマーク、これです。これを押すと、グラフィックのプロパティが出てくるので、これかな。マイター結合からラウンド結合に切り替えると。切り替えます。なった。なりましたね。丸くなりました。みたいなことができると。で、これ、一応、ま、一個ずつ、一つのテキストに、ずつ、選択ができる設定になってるんですけど、まあ、全部もう、ラウンド結合でいいよ、という人にとっては、ここですね。エッセンシャルグラフィックスのプルダウンメニューから、テキストプロパティ。これを選択すると、全体の、この結合の種類を切り替えるところがあるんで、ここでラウンド結合を選んでください。そうすると、次から作ったテキストは全部このラウンド結合で丸くなって、ええ感じになります。
まあ、でもこのラウンド結合はすごい、いろんな人からも要望といいますか、まあ、ラウンド結合というか、まあ、角が丸くなってほしいという要望はすごくあって、なかなかこのとんがった、もともとのまあとんがった角が、使いにくいという声はあったので、ぜひ、そういう方はこのラウンド結合を試していただけたらなと思っております。ちょっとまあ分かりにくいところにあるんでね、なかなか気づきにくいんですけど、まあ、一度分かってしまえば簡単なので、ぜひ使っていただけたらと思います。そして、背景ですね。背景ボタンを押すと、ちょっと分かりにくいですね。一回ストローク消して、背景、はい。要はこのマットみたいな、座布団って呼んだりもしますけど、分かりやすく白にしましょうか。はい、こういうことですね。で、このエッジの太さというか、幅も決めれて、透明度もいじれるんで、自由自在に使えると。これすごく便利で、で文字も打ち込んで増やせばその分幅も広がってくれるという、これすごい便利で使いやすい機能かなと思います。そして、あともう一つはシャドウですね。シャドウもまあよく使いますね。黒だったり白だったり、角度や濃さや太さいろいろと調整ができるようになってます。この辺はね、自在にできたらなと、使っていただけたらなと思います。みたいな、結構駆け足でしたけど、基本的にまあ見た感じ、パラメータ触って使ってみれば、なんか見た感じのことが起こってくれるなというところではあるんで、でもともとまあ複数のストロークもなかった機能なので、この辺も徐々に追加されてきた機能ではあります。今後ともまだまだ進化していくツールだと思うので、ぜひ使ってみていただけたらなと思っております。でちなみにですね、2020からの新機能といいますか、ここちょっと分かりにくいんですけど、アンダーライン、これが増えました。まあ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 、まあはい。まあなかったのでね、増えたことはいいことかなと。もちろん消すこともできるし、はい、こういうのがちょっとずつね良くなっていくというか、でまだまだ機能要望も出してるんで、いろいろと進化していってくれるんじゃないかなと思ってます。はい、プレミアノートみたいなことで、初級編ですね、入門編、こんな感じでお送りしてきましたが、次回はですね、このエッセンシャルグラフィックスの応用編ということで、複数のクリップへ、本当やデザインを一気に適用する、変更する方法、これエッセンシャルグラフィックスでしかできないので、レガシータイトルもできないので、それをご紹介できたらなというのと、あとまあ一般的にバグと誤解されている機能といいますか、できないと思われている機能が、ちょっとこうやったらできるんだよというお話があるので、その辺もご紹介できたらなと思っております。ということで、バグの話もありましたが、このチャンネル自体で、プレミアプロのバグも募集しておりますので、コメント欄の方にバグを書き込んでいただいて、何か対応策が見つかれば、またこのチャンネル内で共有できたらなと思っておりますので、そちらもよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。